はい、近藤養魚場さんの紅白搭載サイズが 10.5 センチです。お願いします。はい、まあこちらも、まあ、10.5 センチという、まあ、サイズでちょっとちっちゃい鯉なんですけど、まあ、このサイズにしながら、この紅質、この際、この模様、かなりインパクトのある模様をした鯉だと思います。まあ、本当にですね、今 10.5 ということで、まあ、東京大会、振興会の東京大会の12部、もう狙っていくぞという方がいればぜひ仕上げていただきたい、そのぐらいのクラスの声だと思っております。はい、模様もちょっと変化があっていいですね。そうですね、見てやっぱり模様のインパクトがあるんでかなり綺麗に映ると思います。はい、ちょっと小さいので難しいですが横を見ていきたいと思います。はい、はい、見えますでしょうか。でも際はいい声なんでね。じっくり見ていただいて、まあ、本当に模様的には、なかなかできる模様じゃないんでいい声だと思います。はい、もういろんな方に楽しんでいただける声ですね。そうですね、ですね、はい、はい、綺麗な小さな声をお探しの方にもぴったりだと思います。はい、いかがでしょうか。こちら近藤養魚場さんの紅白搭載でサイズが 10.5 センチ、非常に模様のいい綺麗な声です。ぜひよろしくお願いします。お願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。